こんにちは、ノルトロックグループの岡田圭介と申します。ノルトロックグループは世界で初めてこのウェッジロックワッシャーを開発した会社で、このノルトロックワッシャーのクオリティに自信を持ってます。そこで今日はこのノルトロックワッシャーと他の緩み止め製品を比較して、そのクオリティを検証してみたいと思います。検証はドイツの工業規格に準拠したユンカー振動試験というテストで行いたいと思います。ボルトの軸に対して先端方向に振動を加える世界で最もシビアな耐振動試験と言われているテストです。今回はこの変身式のダブルロックナットとの比較検証を行います。特殊な構造のダブルナットで、くさび効果と摩擦でボルト軸を変身させて緩みを止めるという製品ですね。色が黒くなっているのはボルトの強度区分 8.8 に合わせた強度8のナットなので、表面がリン酸マンガン処理になっているからです。では早速試験を見てみましょう。どうぞ。高な軸力損失はありますが、それでも他の緩み止めと比較した時よりも軸力はかなり保持できている効果の高い緩み止めです。また軸力損失が起きても脱落しにくいという特徴もありますね。でもあえて悪いところに目を向けると、軸力損失が起こるということはボルトの疲労破壊リスクが格段に高くなります。ダブルナット方式なので締め付けや取り外しに時間がかかるというところにデメリットを感じる方もいるかもしれません。さあ、じゃあこの変身式のダブルロックナットとノルトロックワッシャー、全く同じ試験条件で試験してみましょう。どうぞ。いかがでしたか？ちょっと興味深い結果になりましたね。このテストにご興味があれば、試験記事さんでお伺いして目の前でこのテストを実演することも可能です。ぜひノルトロックまでお問い合わせください。ではまたの機会にお会いしましょう。さようなら。